私が男の子だったら、うん、めっちゃやってあげたい。へもうなんか全てお店何ヶ月も前からクリスマス開けといてねって言って予約して、うん、なんか全部やってあげたい、プレゼントも用意してみたいな。じゃあマリナはやっぱしてもらうじゃなくてしてあげたい派なのかな、うん、かな。例えば友達とか、うん、クリスマスとかでもし何かあったらやろうよとか、うんうんうん、で決めた時はマリナめっちゃ行動力発揮するわけ。あ、多分やろうって決まったら予約もするし、うん、はあ、予定も合わせるし、うん、ちゃんとやるけど、だから男の子だったらなんかいろいろやってあげたいのになと思う。へえ、なんかそう考えるとなんだろうね、マリナってやっぱ男脳というかちょっと男性の感性を持ってる。そんなことないよ、女子よ女子、これだから素直にどうしたおいってなったけど、素直にめっちゃ喜べる女子、うん、めっちゃ羨ましい。可愛いなって思う。あ、そうで、そういう子にやってあげたい。あ、なるほどね、うん、その可愛い様子が見たくて。そうそうそう、自分が喜べないから、はいはいはい、嬉しいんだよ、嬉しいけど、わ、嬉しい、ありがとうみたいな感じ。あ、もっとさ、買いがねえってなるんだ。そうな、じゃないかなって思っちゃうから、うもっとさ、サプライズされて本当嬉しいって喜べる。できるじゃん。これ演技、これは演技演技これ演技ね。これリアルでやると、あ、すごい、いや、本当ごめんね、見えないかもしれないけどめっちゃ嬉しいんだよみたいな感じ、うん、いいじゃん。え、ダメ、みんな、え、ダメ今の。え、え、違う、俺ね、いや違うの、俺もね、うん、俺もどっちかって言ったらマリナの今のリアクション、リアルな方のリアクションの方が好きな人なの。あ、好きなの、やられて。え、あ、そう、私が私に当たるとして、そう、例えばマリナにジャクリスをするとってやった時に、うん、マリナがさっきの、え、めっちゃ嬉しい、ありがとう、え、ほんと嬉しいだね、これ、すごいね、嬉しい、ありがとう、嬉しい、これ。あ、そうなの、嬉しい。なんか違くない。じゃあ、ま、仮にマリナの今 の, その理想とする可愛い女の子リアクションは、もう一回いらして、はい、クリスマスプレゼントだよ、どうぞ。本当に、え、嘘、え、もう超嬉しい、嬉しい、こうなっちゃう、俺爆笑。あ、爆笑なのダメ、なんかダメなのよ。俺もでもいるじゃん、いる、こんな喜んでくれる子、いる爆笑すんの俺なんか苦手なのよね。なんでだろう、不思議だね。わかんないね。嬉しいわけじゃない、ちょっと困っちゃうの。なんかね、疑ってかかっちゃうんだと思う、多分。なんでめっちゃ素直に喜んでるのに、本当って なっちゃう。泣いてんだよ、だってあ、泣かれたらちょっとそうね、うんうん、あ、そんなに喜んでくれるんだとはなるかもね。あ、そうなんだ、うん、私でも男の子だったらサプライズとかして泣かせたい、うん、でもさ、それ言うたらさ、言い方変えたらさ、それをマリナンが男性にやるのもありってことでしょ、うん、でも別に男性はさ、その何十本のバラとかもらっても嬉しくない。まあそうね、それをやられて俺も超嬉しいんですけどとはならないかな。そうだよね、確かに。何が嬉しいんだろうね、男性って。男性、何、土地でも、おいおい、現実的かよ、ね、でも逆に困んない、土地買ったよそうね、いきなり権利書渡されたいらない、受け取れない、怖い怖い怖い、いい怖い怖い、ちょっとあんまり広くないんだけど、いい怖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 い、50坪ぐらいしか買えない結構だな、いらないいや、でもだからそういう風になんか素直にこう、はい、なんだろうな、イベントを楽しめる、うん、いいよね。そうね、うんうん、まあ、だからそういう意味で言うとちょっと僕らは、まあ、言うたらひねくれてるというか、うん、なんか別の日になんか特別なことをしたい、うん、甘弱なんだよね、多分ね、うん、なのかな、かもしれないですね。いや、どうですか皆様、クリスマスのご予定はいかがでしょうか、ね、本当に僕らみたいに照れくさかったり恥ずかしかったりしないでね素直に胸を張って過ごされた方が絶対にいいと思いますよ、うん、そうじゃないとさ、こういう時に思い出が語れなくなりますからね。そうですよ、台本にはクリスマスに関するエピソードトークをって書いてあったのに、2人ともないからこういう話になったんですからね